はい、ということで、やっはろな、どうも、梅丸です。では、梅丸のポケモン冒険日記縛り編やっていきたいと思います。なんで名前にしようかな、これ。タイトル考えてなかったな。階段登っていくと、スター断線があるんですよ。で、そのスター断線はダイジェストでお送りしたいと思います。では、そこまで、カット。さあ、ということで、スター断線でございますが、まあ相手にならないのでサクサク倒しちゃいましょう。サクッとサクサク。おお、忘れてた、テラサルここでできるのか。じゃあテラサルさせていただこうか。ではね、テラサルほぼ手に入れることができたので、テラスタルをした上でサクサク倒しましょう。毒が良かったな、テラスタルするなら。全然入んねえ。危ないね。こんなとこでやられるわけにはいかんのよ。危な。まあこんな感じでサクサクですわな。ということで、今度こそ、ジムリーダー戦行きたいと思います。では、そこまで、カット。やっとジムリーダー挑戦だ。さ、サクサクっとジムチャレンジやっちゃいますか。楽勝。おのののののののとしんのとしんの進化進化した。ダメ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 。危ね。さあ、ということでジムリーダーの楓さんと勝負でございますね。音楽いいね。やっぱ SV。めちゃくちゃ好き。ということで、まあ私、ホゲータ選ばせていただいておりますがゆえ、焼き尽くしちゃいましょう。ポワポワっとね。ファイヤーファイ、ワンパンしちゃった。はいはい。ワンパンしちゃったよ。もういいよ。ホゲータだけでいこう。焼き尽くしちゃおう。まあサクサクっとね、やっぱりタイプ相性有利取ってると楽だね。テラスタルしちゃいましょう。私もかわいいねー、ホゲータのテラスタル姿は。まあ虫タイプが炎タイプに勝てるわけなかろうっていうことでね、
ワンパーンでございます。かわいすぎる、風習にあったってかわいそすぎる、いくらなんでも。まあこれが勝負の世界だ、しょうがない。あざーす。やったね。いやー簡単だった。ってことで虫歯チケット、よし。じゃ あジムリーダー戦クリアしたんで、次岸壁の主いきますか。おった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 、すっげえ分かりやすいところにいたわ。気持ち悪いなあ。あー気持ち悪い相変わらず気持ち悪い。でけえなあ。いけるか。いけるか。ウパあ、いけそう。いけるかな。防御下がっちゃったな。でも急所とかに当たってくれればワンチャン、ワンチャンあるんじゃない。上取れるべ。上取れない？まずいか。危ねえ。危ねえ。当選棒されてるから、戻れないんだわ。頼む。ちょっと、上取らせて。ああ、まずいね。素早さトントンになっちゃったね。ああ、まずいね、これ。逃げれないよね。変えられないよね。一回回復するか。よっ、防御下がってるからな。2段階、しかも攻撃1段階上がってんだよな、向こう。まあ水捨てただけだった。200だけ持ってるかちょっと怖いけど、ミニーブでいけねえかな。耐えてくれ、耐えてくれればいける。おう、怖いね。でけえな。さあヒデスパイス食べるぞこいつが。むしゃむしゃと。やっと来たか、ペパ。もうせいぜい。じゃあ、チャカ倒すぞ。おお。頼んだぞ、ペパ。お前にかかってる。正直私のポケモンたちじゃちょっと厳しいところがあるよ。岩砕けなんかされたらたまったまじゃないからな。危ね言ったそばからやってきやがってよ。急所にとかに当たらんと厳しいで。回復しない。これ死ぬな、ミニーブ。ノーマルか。あ、助かった。シェルターに行ってくれるんだったらありがたい。ワンちゃんの葉っぱ買った、急所に当たる読みで行ってくんねえかな。いやーいけねえなー。シェルター攻撃してくんねえかな。えらい
いいぞガキガニ、シェルター攻撃するの偉い。もうミニヒブ倒せたわ、よかった。じゃあパクパクっとサンドイッチ食っちゃいますか。よっしゃー、あ、かわいい自分自分がかわいいよし、じゃあとりあえずこの辺で一度終わりにしようかな。ちょうどいいしね。主ポジムリーダーと主ポケモン1個ずつ1匹ずつ倒したところで、え、1匹ジムリーダー1人と主ポケモン1匹倒したところで、終わりにしたいと思います。ということで次回は次ボールジムっすね。ボールジム行ってまた主やって、その次の次にスターダンかな、うん、というところで、やっていきたいと思います。ではまた次回。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おつまりでした。じゃあの。